はい、今日もあなたと百姓天国、本日は8月17土曜日ですね。はい、夕方5時回りましてね。はい、だいぶね涼しくなってきました。今日も暑かったね。はい、さあそんなことでね、もう今日はこれであともう一仕事して終わりですね。6時回るぐらいで終わりですね。頑張って、明日はちょっと午前中ねゆっくりして午後から出てきてね、そんな感じで、はあ、疲れました。はい、ということでね、夕方5時何やってるかって言いますと、もちろん人参乾水ね、人参乾水しながら今トラクター持ってきてね、トラクターで耕してますね。はい、これは今日風が強いんでね、こううまく左右に散ってくれて、はあ、冷たくて気持ちいいね。はい、ようやくちょっと涼しくなってきます。日が陰ってきてね。はい、よいしょ。だいたいね、1本でだいたい15分から20分ずっとね流しっぱなしにしてね、それでだいたいこうびっちゃびちゃになりますね。はい、おお、びっくりした。猫でも踏んだかと思って、これ泣き始めたからね。こんな感じでびちゃびちゃにすればね、これで何日目になるの、1週間ぐらいかね。だいたい7日から10日ね。はい、だいたい1週間してから、多分日曜日前だかな、日曜日で次の日曜日まで連続7日間やって、チラチラと見ながらね、ポツポツ出始めるのが1週間ぐらいですから、そっからねプラス3日で10日やって剥がさなきゃいけないかなって感じですよね。はい、もう連日こんだけね暑いのでね、とにかくもう乾水は毎日欠かさずに、1日も空けずにね、連続乾水をして一気に芽を出さないと、もう乾ききっちゃいますからね。今トラクターね、さっきぬかまいたとこをまいてね、でまたこちらもこうやって土ができてくるとね、さっきの畑、そっか、さっき撮影しなかったか俺ね、すればよかったね。さっきの畑、ほらぬかまいたでしょ、はもうねカラッカラなんですよ。でも例えばここだったらこんな感じなんですよね、湿ってるの分かります？つまりね、いい土になってくると保水力を持つんですよね。こうやってほら湿り気あるでしょね、これがいい土ってことなんですね。保肥力ね、肥料を保つと書いて保肥力ね、水を保つと書いて保水力ね、いわゆる暖流化構造って呼ばれる土はこのようにね、炭素が入っていけばいくほどこうやって湿り気を帯びてきますね。なので一回こうやってガッと耕すとね、まあもうちょっとさすがにこれではもうちょっと水が欲しいですけど、マルチ張ってね、キャベツやブロッコリーを植えられないこともないけど、やっぱもうちょっとね水が欲しいですけど、でもこんなにカラッカラに乾いていてね、これだけ湿気があるんですね。ある程度土ができてくると、さっきのところ耕してその様子を撮影すればよかったね、ごめんなさい。うん、そうすると違いが、もうさっきのところあって草が生えていてもうカラッカラなんですよ。はい、硬いしね、トラクターをかけると土がね硬い柔らかいね、その幸運の後ろからの情報っていっぱいいろんなことが分かるんです。例えば土の匂いね、僕はね鉄分だと認識してるんですけど、土がねいい感じになってくるとなんか土の匂いだ、おそらく鉄分だとかそういう副次的要素のね、そういう匂いがね、土の匂いがふわっとしてきますね。そしたら出来上がってきたなとかって分かるんですね。はい、やっぱりねできてないとトラクターかけても軽かったり、あるいは逆に雨が降った時にものすごい粘っこかったりねするんですよ、土っていうのはね。ある程度だから引っかかりながらこういう保水力を保った感じで、だから回転のね、まあトラクターのあえてこうギアがあるじゃないですか、それでこうやりながら自分の中でね感覚を持つといいと思いますね。まあ千葉の時なんかはね、自分の中でそれはあったんですけど、千葉の土はとても軽いので、こちらに来るとね、本当に場所によってはね、すごく重くて、これ28馬力あるんですけど、28馬力でもね、なんか止まりそうになることあるんですよね。はい。まあまあ。よいしょ。いや、今日も疲れた。明日はね、ちょっと少し休もうと思ってるんで、今日頑張ってね、仕事してるんですよ。なので今からまたもう最後、一仕事ね。はい。春人参のところにね、ここにぬか多分30体ぐらい入れてるのかな、半分でね。でここ今3列ね、もうあと1列ちょっとで終わりなので、
これ最後ね、8月の終わりぐらいからこっち側がマルチ張っていくんですけど、今ここ残ってるところはおそらく9月の頭になってね、この最後1回モアかけてもう収穫し終わったら9月の真ん中から終わりにかけて最後の、耐用熱マルチを張っていきます。はい、でまず前半のところにね、ぬかプラス窒素分を少し足してあげます。でこれはこれですよね、はい、コメリで売ってる有機 100% ぼかし肥料ね、ぼかし1個ってやつね、まあ2000円ぐらいでね、これをパラパラ撒いてくださいってことですね。これ有機 100% なのでね、僕のようにオーガニック農家ではだと安心してね使えますんでね。はい、ということで向こうで巻きますか。ちょっと待って、ひよこらさん、何度も言ってますがね、我が農園は完全無農薬栽培でございますね。一切の薬剤は使っておりませんね。それで、今現在畑がね3ヘクタール弱ぐらいですかね、はい、いわゆるオーガニック専業農家でございますね。家庭菜園じゃありませんからね当たり前ですけど、30年専業農家でやっております。これね魚粉とか入っていてね、かなり窒素分が高いんですよ。でね、コメリさんが出してるこうやってね、なんかいろんな野菜にはこうとかって書いてありますけど、私はこの書いてあるのだいたい10分の1以下ですね。だから本当に少ないですね。逆に言うとその窒素分あんまり足すとねあんまりよろしくないので、今からこうやってね撒いていきますけども、これぐらいなのでねパラパラでございます。こうやってねちょっと撮影で映ってるかどうか分かりませんけど、ほんの少しだけ窒素分を足すということですね。オーガニック栽培のねポイント、土作りのポイントはとにかくね窒素分を抑えるということなんですね。はい、でもキャベツとかほらブロッコリーとか普通の野菜ってね、大きくなるには皆さん窒素分だと思ってるかもしれませんけどね、まあ観光栽培の方はどう考えてるかは僕にはちょっと分かりませんが、窒素分を大きくすれば野菜大きくなるのは間違いないんですよ。でも病気も増えるんですよ、病気や虫ね。で炭素で作るという感覚を持てばだんだん見えてきますね。特にオーガニック栽培はね本当にこの窒素分を抑えながら炭素で野菜を作るということを身につけないと、実際にね病気や虫だらけになっちゃうんで、だからそれをね肥料計算がどうとかというよりも、その地域やその畑のね特徴をご自分で掴んでね野菜を作りながら、こうやってね、私ここのこの春人参これで3年やったのかな、で4年目に入ってくるのでだいたい掴みかけてきてますので、今この量もねなんとなくこれぐらいで大丈夫だろうとねいうことで、で実際それでできてるでしょ。その感覚を掴んだ方が早いですね。土壌分析とかなんとかもちろん無駄とは言いませんよ。でもその前に自分で野菜ができればいいんですからね。目的は何ですかって、野菜を作ることが目的でしょ。野菜ができるかどうかっていうゲームをしてるだけのことなんでね。でこうやって撒くでしょ、撒いて、はい、自分の中で多いですか少ないですかって自分でこうやって問いかけて、ちゃんとね十分なところで自然と自分の手が止まるってことが大事なんですね。はい、で今は撒いて、若干少ないっていうのが僕の判断です。はい、なぜね、なぜとかどうとかそんなことはどうだっていいんですね。私は忘れもしません、研修入ってね代表の人と一緒にね、なんか人参の草むしり、人参のなんか作業やってたんですよね、水やりかなんか一緒にこうやってやっててね、はいそこまでっていうわけね、代表の人がね、そこまでってなんだろうって、基準は何ですかって言っても答えてくれなかったね、ニコッとしてね。はい、私もよく研修生にね、あそこまでねってストップって言うですね。でこれは なぜですかとか、ね、なぜもクソもねえんだとね、ちゃんと畑の神様が教えてくれてるんだって、そういうことなんですよ、ね、こんなもんかな、ちょっと多かったな、よいしょ、ちょっと多かったぐらいなのでね、そっち側に、はい、これで終わりです、ね、これで来年の春のね人参に関しての窒素分はこれで終わりです。わかります？ちょっと気持ち多いかもしれないけど、まあまあいいや。これはトンネル栽培ですから全部ね、この辺まで半分ぐらいちょっとまでね、10月からスタートです。10月15日あたりから、
一発目ね、あ、向こう側からスタートですね。だから今8月、今日16でしょ、あと2ヶ月後にはもう春人参が始まるんですよ。早いねやめて本当に、均一に巻くね、こうやって上に巻くんですよ、上にこうバーッと、ほら楽しいなね、多くてもダメ、少なくてもダメね。じゃあいい塩梅ね、それはね、あなたの経験と手が知ってるんですね。自分の手の感覚を、私は自分の性格とかね、人間性みたいなものは私は自分自身で1ミリも信じないですけど、私は自分の手と百姓としての経験と勘は 100% 自信がありますね。だから結果を出してきてるんですね。はいね、皆さんご存知のようにね、多少私は性格的に難がある農園主ではあるんですが、百姓としてのね、そういう経験や勘というものに関しては自負がございますね。パッと見て、あの畑の土は何点ね、人のとこ行って、あ、これじゃあこうできませんよ、できますよ、できる場合はこうですよ、できなかったら次こうしましょうね、大体のことはお伝えできると思います。はい、1年目からセットが組めるんですね、私は。よいしょ。ね、一袋の半分も使ってないですよね。だすごく少ないですけど、これぐらいでいいです。これ以上やると窒素過多になりますね。窒素分入れるとね、あの野菜の味は落ちますので。ここはかけないからいいのか。はい、ということで。今からトラクターかけます。今日も暑かったね。台風はもう行ったんですか？はい、よくわかんないけどね、え、今日はもう朝から働いてるんで全然知らないですけど、もし被害とかね、何か土砂降りだとかね、どうぞご自愛ください。はい、以上です。それではまた。コメリのね、あのやつですね、ぼかし1個。いつも私はもう窒素分をちょっと足すっていうのはこれだけですね。これ一袋買っていけば結構使えますよね。はい、有機 100% ですから、僕のようにね、無農薬栽培のオーガニックにはこれ使えますので、はい。